まりました。エアコンソースね、これ。今日は平安神宮ロケです。エアコンの匂いですね。臭いな、これ。この琵琶湖疎水を渡っていきますと、我らが滋賀県の三井寺につながっております。京セラ美術館、これが今あの工事中で、もうすぐオープンやから。下に入ったはんで、これだからもうすぐオープンやから、待ちに待って限定公開みたいなこともやったりなかったりで、これでもね、関係者、日本らしくていいんじゃないでしょうか。確かに。あれはあれは嫁ここ美術館2つあるんよ。そんなあれ、国立と私立。多分なんやねんそれ。一番立ち悪いやんね。皆さん調べてください自分で。あれ現代アートです。あ、何喫煙所。現代アートっていうのは答えがなくて、これが芸術になるかと、まあこんなん誰でも描けるわっていう、まあそこのそういう風に思わせる時点でもうアートとして完成しているっていうこともあるいうので、なんか貼ったりなかったり最後弱いねコメント欄の方で、君らいつも中途半端やっていう声が多数あるんですけど、そもそもコメントがないですまあ僕たちは中途半端が完璧だということで。あ、京都はええな、全然これモテるわ観光客。逆に観光地で自撮りも禁止みたいな多いな。え、多いな。危ないところが。これかつてないコートじゃないでしょうか思いっきりできてるやん。思いっきり楽しいんです。マックス、マックスです。じゃあ300円。京都はのめのめで大天門って、大天門の欄。え、そういうことじゃない、じちゃうけど、ありえるな。あ、ちゃうやん、何も書いてない。大天門の欄やったっけ。大天門の、え、大天門何やった。大塩平八の欄やん。あ、だから欄かその中心、その時の中心の期間から見て割る方は欄やん。バロなんでくぞ、なんでくぞ。え、ランやろ。あ、そういうこと。ザザってなるのツッコミでうざってなるの。これはいつ、え、なんか建設し直したんでしょうか。何か意図的な人工的な匂いがします。とてもしますね。ええやん、なんていうか撮影スポットみたいな。眩しい、目かゆい、ただの感傷です。平安神宮関係ないわ。明快にね、ただのここ来てからめちゃめちゃ明快よ。あれじゃあ木がやっぱり植えられてるか。何の杉。絶対ただの、え、杉ちゃん。杉は思うけど、松や、松の花粉。そんなある。あー、いいわ、やっぱ広いね。広いのがなんで心地よいかというと、結局遺伝子が喜んでいるんですよ。何喜ぶの。サバンナ、サバンナを思い出してるから。結局サバンナみたいな景色を僕たちは求めてるんですよ。だからみんな庭とかをああいう風な低木で低い木で埋めていく。で、皆さん芝生とかやりますね。あれ何ですか。サバンナですよね。サバンナ開拓してサバンナ作ってるっていうバカみたいな声だ。炎上すんぞ。イングリッシュボーイ、イングリッシュボーイがいました。イングリッシュゴールデンボーイ、ゴールデンボーイ、グリーン、めっちゃかっこいい。ゴールデンボーイだ。EGB? どういうこと。全然撮影禁止してから出てる。許可取ってきて。今お参りしてきましたので、撮影許可は下りなかったので、スタッフの必死の粘り強い。そっちゃうで、知ってるよ。ええ、この砂利の音を聞きながら。砂利きれいよ。バイクが面談でコナンの撮影中でしょうか。行かないコナン、失望やわ。今現在頭にカメラをつけてやっております。これ2000円ぐらいで買ったんですけれど、頭にくくれるカメラという、まあ、嘘なんですけどもあ、サッカーボール取りましょうか。迷います。決定 OK？ こちらこそ。
ハッピーニューイヤー。あ、カンケリー早っ。バズーの、バズーの、何、コスプレ。平和やな。23 years. 23 years. Yes. Japanese. It's Japanese. Yes. Doraemon.